こちらですね。こちらを実際にいただこうと思います。黒豆、はい、黒豆をイタリアのエスプレッソで煮込んだ、はい、そしてこんな感じ。こちらをいただいたらコーヒーが香りがすごい。感じに合わさってて、ギュッと引き締まる感じが好きです。なんか贅沢させてもらってな、なんか人生生きてきてよかったみたいな感じ。